私の方から、軽くこちらの端末のスペックの紹介をさせていただければと思います。DSR さん、こちらですけれども、我々が、一つ前、発売させていただいておりますGS02 との比較になります。プラットフォームは、当社初めての Android 4.0 というものを搭載しております。で CPU は、GS02 は、1.4GB のシングルコアの、CPU を搭載していたんですけれども、今回 1.5GB のデュアルコアの CPU を搭載しております。でディスプレイに関しましては4インチの VGA から3インチの UHD を拡大しているということになります。重さに関しましても130g あったところが 110g と非常に軽量なものになっております。で通信速度、こちらも HSBPA の 14.4MHz だったところが HSPA プラスの 21MHz まで対応するというような端末になっております。で今回、こちらの端末の、ユニークな機能としまして、2点ほど紹介させていただきますけれども、まず1つ目が、マジック 3D というピッチで直感的かつ軽快なユーザーインターフェースというものを搭載しています。こちらの詳細に関しましては後ほど、ファーエさんのご担当者からも、詳しくお話をしていただけるということですので、その方は軽くなんですけれども、このような、ユーザーインターフェースを搭載しておりまして、ホーム画面での 3D 化、また、ドロワーのメニュー内での、アプリ一覧内での 3D 化というのも機能もできるようになっております。で2つ目がですね、ロック解除画面、こちらがカスタマイズができるようになっておりまして、通常ですと一番左のように、カメラとブラウザと、電話を起動するような、ロック画面になっているんですけれども、上半分の3つに関しましてはインストールされています、アプリケーションを好きなものに変えることができます。ですので、自分の使いたい、よく頻繁に使うもの、アプリに関して、入れ替えをしていただくということができます。で、こちらの設定方法ですけれども、若干メニューの深いところに存在してますので、後ほどタッチアンドトライで、試される方は、説明等に、設定方法等をお尋ねいただければと思います。で、ちょっと補足なんですけれども、今回 Android 4.0 になったことによりまして、SD カードの、SD といいますかストレージの取り扱いが、ジンジャーブレッドと一部異なっておりますので、今、MicroSD を挿入いただいてそのまま写真を撮っただけでは MicroSD の方に画像は保存されません。で、その設定の変更方法は、カメラの設定内、カメラ内の設定で変更できますので、そのあたりもまた後ほど立ち上がるときに説明に、お尋ねいただければと思います。まだ Android 4.0 になりましたので、画面のスクリーンキャプチャーというのも標準で撮れるようになっております。でそれは、ボリュームキーと電源キーを長押し、同時に長押し、ボリュームキーの下ですね、ボリュームの下と電源キーの長押しを同時に押していただければ、画面のキャプチャーもできます。で、この画面のキャプチャー機能の、保存、画像の保存先に関しましても、先ほどと同じで、内部のストレージと外部のストレージと、あらかじめ設定を変えておかないと、MicroSD の方には保存されませんので、こちらもちょっと後で。説明にお尋ねいただければと思います。で、こちらの端末ですが、市場の声を、反映させていただいております。我々、開発のメンバーなんですけれども、意外と皆さんのようなブログであったり、掲示板の書き込みであったり、Twitter の書き込
込み、つぶやきであったり、そういうことは、やってチェックをしておりまして、でその中で、対応可能なものというものをこちらで、こちらの端末から反映しているというものになります。で1つ目が、ポケット Wi-Fi ビジェット、当社の、スマートフォンはこのビジェットが、標準搭載しているんですけれども、まあ、割とサイズが大きいのが1種類しか載ってなかったと。で、まあ、こんなにサイズが大きいと、まあ、ホーム画面に他のアプリを仕事から置きたいと置けなくなるので、もっと小さいのがいいというようなご意見も見受けられましたので、今回4つのパターンの4つのサイズのビジェットというものを用意させていただいております。で、右側なんですけれども、まあ、こちらはすごくよく話題になっている話なんですけれども、まあ、いらないアプリは削除したりとか、最初からいっぱいいろいろ入ってるけども使わないので、消したいと。そのためにルートを取るとか、まあ、そういった話題もよくあるんですけれども、まあ、そういう、まあ、危険なことをされずにでも、一部のアプリケーションですね、システム上必ず必要なものは消せないんですけれども、一部のクリーンアプリに関しましては、今回アンインストールできるようになっていますので、その辺りもご確認いただければなと思います。で、まあ、こちらがまとめになります。まあ、今回、薄さが 7.9 ミリという、非常に薄くて、あと軽い 110g のスタイリッシュボディというものになってまして、